ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。えー、っと、今日からですね、まあ、政治革命っていうのを実施するには、いろんな要件があるわけですね。まあ、今まで、まあ、その、処方っていうか、基礎っていうかね、えー、まず、政治しなきゃいけないと、これは当たり前ですね。それから、まあ、心をみんなで合わせなければ、政治革命とはできないと。しかし、現在の日本では、どうしても、政治革命が必要である。嘘をついたりですね。 人を組んだり、人のシげンを取ったりっていうのをせずに、本当に自分の考えてること、自分の言うこと、自分の行い、これが一致してるという社会を作りたいというふうに思ってるわけですね。それで、えー、今日はちょっと視点を変えましてね、えー、っと、魔能社会と書いたんですけど、これは痺れる、痺れている脳っていうことなんですね。 この私があの、痺れてるという名前を使ったのはですね、実はあの、学力が不足してるとか、基礎知識が不足してるとかいうことじゃなくて、現在の日本が非常に曲がってる。これはもう政治なんか見てもですね、もう首相になる適人の人もいないとかね、えー、自民党の首脳部が裏金問題をずっとやってるとかですね、野党って一体どういう政策をしてるのか誰も知らないとかね。まあもちろん学会もそうだし、 え、それからメディアもそうなんですね。ですからもう全体的に崩れてしまってるんですが、まあ日本人が勤勉で真面目でちゃんとしてるので、まあ国としては一応の体裁を整えてるっていう、まあそういう時代になりました。これはですね、もちろん政治が欠けてるわけですから、政治革命が必要なんですが、その原因の一つにですね、脳が痺れてるっていうふうに僕が名前を付けたのはちょっと理由がありましてね、例えばあの知識が少ないとか、 え、解釈が悪いとか、そういうんじゃなくて、現代の、現代っていうのは大体そうですね、やっぱり大正時代ぐらいからですかね。えー、多分こういう脳があの一部が痺れてるというような現象が出てきたのは、江戸時代にはなかったんですよ。あ書物を見る限りですね。だから明治も、明治日露戦争が起こるぐらいまでは、えー、非常に脳はスッキリしてました。日本人のですね。 ところが、大体1920年ぐらいからですね、日本人の脳っていうのは非常にこう痺れてきましてね、学力がないとかそうじゃなくて、あるところまで行くとそこでギュッとね、思考がこう痺れて止まってしまうっていう感じなんですよ。で私、まあ今度のこのシリーズをね、性質革命っていうのがなんでダメかっていうことを考えてるうちに、これは一つの理由として、脳が痺れてる。これが問題なんだなと。これがあの、 1920年ぐらいから現在前の100年間、日本人の生活が非常にこう乱れてきたわけですね。それのやっぱり一つの原因じゃないかというふうに思って、このシリーズを始めます。まず最初は水というものを考えますね。水つっても、海には水が山ほどあるんですが、これはまあちょっと、ここで言う水じゃないですね。飲み水っていうか農業用水とか、工業用水とか、飲料水とか、 洗濯に使う水とか、そういうふうにこう、我々人間が通常にこう触れるものですね。この水はあの、自然エネルギーなんですよ。それで、ものすごく多くの失敗っていうのが痺れた考え方がありましてね。例えばあの、水を大切に使おうっていうことも、これはやっぱり脳が痺れてるんですね。それから自然エネルギーを使おうつって水を節約するっていうのも、これも痺れてるわけですね。で、 あの、下水道もね、今度は、あの、水も下水も入りますと、下水をですね、海に流すなとか、えー、なんか、きれいにしなきゃいけないとかいうのもですね、ある意味で深い意味で痺れてるんですね。で、まあ、あの、水道の体系もその痺れてるんです。どうしてこういうことになっちゃったかっていうことですね。むしろ、江戸時代とか、もっと昔の室町時代の方が、水に対する考え方をね、あのいろんな文献を見ますと。 現在の水に対する考え方よりか少なくとも脳は痺れてないということです。まあ、ここで痺れてる痺れてるって最初に言ってもよくわからないでしょうから、私が痺れた脳っていうのはどういうのかと、まあ、いうことを一つ、少しずつ示していきたいと思うんですね。まずは日本の現状のを見ますとね、まあ、あの、雨の多い年もあるし、雨の少ない年もあるんですけども、雨っていうのは海から来るんですね。 海が、あの、まあ、製造元っていうか、海に太陽の光が当たりまして、えー、太陽の光で、えー、海の水が蒸発します。この時に、まあ、蒸発っいうのは非常にいいもんで、水だけは蒸発するんですね。しかし、お塩、塩は蒸発しませんから、魚も蒸発しませんから、海に当たった太陽の熱はですね、海の水だけ、淡水ですね。淡水だけを蒸発させます。まあ、当然だと言うかもしれませんが、 それはまあ、多くの人がもちろんわかりますよね。で、上空に行きますと、冷えてって言いますかね。えー、水滴になります。この水滴が空から落ちてこないっていうのは非常に奇妙な現象なんですね。あの水滴ってのは重たいですよ。水ですからね。だから本当は水滴になった途端でまた海に落ちることが本当なんですけども、実は落ちないんですね。なんで落ちないかっていうと、水滴の大きさが非常に小さいんですよ。粒が。 それで空気との間の抵抗でですね、えー、空気中から落ちないんですね。えー、これをストークス半径っていう半径で計算できますけども、えー、とにかく雲のように非常に小さいものは落ちてこないんです。ですから、雲が上空にあるのに雨にならないと。もう地上はもうカラカラなのに、雨降ってほしいけども雨にならないってやつはあれ、雲の水の粒をね、ある程度集めてあげなきゃいけないんですね。